つむら、つむら、つむら、あきひで、つむらあきひで、お前、何やってんだよ、2023年七夕賞。一番人気のバトルボーン。確かに混戦模様だったけど、お前、もう機種生活も晩年の30代後半に差し掛かった男だよな、あきひで。お前本当にそれでいいのか？ルメールが日本の夏を回避するためにこんな有力馬の手綱が回ってきたのに。先週の戸崎のレイベンスティールのように飛ばす。確かにレイベンスティールのパフォーマンスは能力の違いを見れたから、ラジオ日経賞の敗戦は戸崎啓太という機種のせいだったよ。そして、今回のバトルボーンは結局、頭が抜けて強かった馬じゃない。だから4着だった。というのが正確な議論だろう。あきひで。確かにそう言って、馬の実力のせいにできるし、お前の騎乗に何か不満があるかと聞かれたら、一般的に見ればそんなに不満はない。しかしよ、つむら。つむらあきひで、お前それで本当にいいのか？折り合いの技術はいいものがあるし、無難に乗ってくる。しかし、それじゃあいつまで経ってもカレンブーケドールで惜しい競馬をし続けたお前のまんまだぞ。オークス、秋華賞、ジャパンカップを一緒に2着になっても、池添や松山、戸崎に乗り換わられたじゃないか？奴らはあきひでのようにカレンブーケドールを勝たせることはできなかった。でもどうして変えられたのか？あきひでわかるか？あきひで。お前の騎乗からお前らしさというか色を感じないからだと思う。無味無臭なんだよ。つむらあきひでの騎乗は、そしてよ、バトルボーンがマークしてきた時計を総合すると、どんなに貯めても35秒台前半から中盤の上がりしか使えない馬じゃないか？競馬ゆっくりの予想動画でもフェイングロッテンが逃げて、59.5 秒くらいから60秒フラットの平均ペースで逃げたいだろうと考えたけど、まさかのフェイングロッテンが前に行かずに展開壊れたよな、松若の野郎。逃げ馬に乗ってるんだから細心の注意を払えよ。つまずいたというより、パトロール見る限り、発馬後にグランオフィシエ側に寄れたのを修正できてないように見えるんだけど、まあ、いいよ。松若はどうせ G1 を先頭で勝った騎手じゃないし、つむらと一緒だからよ、膠着ではあります。つむらくんさ、確かに予想外のことだけど、バトルボーン、いい位置取れてるじゃん。一番強い馬に乗って難なく逃げられるのは最高の位置取りじゃん。2波論目のラップは 11.6 秒。どんだけ楽に先手取れてんだよ。こんな幸運なことめったにないぞ。名手。でもよ。あきひで、つむらあきひで、お前なんてどんなに貯めても上がり35秒台前半から中盤しか使えないバトルボーンを1000メートル通過 60.7 秒のドスローなペースで逃してんだよあ。つむらくんよ、馬は貯めても末足の威力が向上しない馬もいるんだよ。だから、道中で前行く馬と後ろから行く馬ができて競馬予想は複雑になるの？わかるかな？やめろ、あきひでは競馬予想をやったことないのよ。6波論目で 12.4 秒、それから 11.7 秒、11.6 秒、11.4 秒、12.0 秒とラスト1波論で垂れてるけどさ。なんで最初から少なくとも平均ペースで流さないんだよ。確かにこの恵まれたペースで勝てなかったバトルボーンはそれまでの馬と言えるよ。でもさ、つむらあきひでという騎手は新馬戦で負けているとはいえバトルボーンに乗ったことのある騎手じゃん。少なくとも馬の個性はおぼろげでもわかってたはずじゃん。あきひでよ。お前、そういうところを言い訳できるような無味無臭の意志を感じない、勝利の上も感じない騎乗してたら一生ローカルの警備員だぞ。なお、ローカルの警備員さんはプロキオンステークスで3着に来た模様。は？余計な騎乗しやがっていつもの競馬ファンをマイナスの意味で驚かせる騎乗をしていろよ。は？あきひでよ。バトルボーンのその枠はよ。俺の出資アイバスタッドリーが除外された出たくても出られなかった枠なんだよ。あきひで。お前もまたバトルボーンを4着に沈め、これからただのオープン場として枠に入れない除外地獄を確定させた。それが確定する着順に沈めてしまったのは意識していないだろうけど。わかっとけよ。そんなあきひで、お前に差したる提案はない。は？なぜなら、つむらあきひでの騎乗から何も感じないからだ。
となく技術は持っているのはわかるんだが、それより、来週の函館記念だよスタッドリーの勇姿が見れるからね、一緒にスープカレー食べて重賞制覇を祝うんだ。函館記念。想定22頭。除外の可能性あるんだよな。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。津村の騎乗にブチ切れて、最初に七夕賞の開講全部言ってしまったわよ。おお。今日は2023年七夕賞とプロキオンステークスを開講する動画だけど、まさかどっちも予想が外れるとはね。それも七夕賞はスタッドリーの件でドスローの変な競馬でイライラするし、プロキオンステークスは競馬ゆっくりが騎手で外す。名前を言ってはいけない騎手が珍しく来ちゃうし、ボルデモートユースケ？前段で七夕賞の解雇はほぼ終わってるけど、改めて総評すると津村が作った流れはバトルボーンに合ってなくてバトルボーンは4着ね。これは一見そう見えないけど騎乗ミスね。やっぱり津村じゃ、強い馬に強い競馬をさせることはできないな。と再認識したわ。おお、フェイングロッテンが逃げられなかった時点で、後方待機を決めていた馬は振りが確定していたし、何もせずに終了した後方組が多い中、斉藤新ただけはバチコリ動いてカレン・ルシェルブルは9着だったけど上がりは 34.6 秒で最速。結果は出なかったけど、こればかりは前で逃げている一番人気の騎手が悪いわ。斉藤新はペースを読んで、動いたというペース判断力を見せたわね。いい騎手じゃないの？おお。負けても評価するのね。今回の七夕賞はここしか解雇すると来ないのよね。は？だってさ、ドスローの前残りの競馬だよ。切れる足がないはずの鳳凰エミーズが 34.6 秒の同率1位の上がりを使っているわけのわかんない3着だし。まあ、スローペースで余裕があった中で速い足がないから早仕掛けした結果がうまくいった。ということなんでしょうけど、調子の良さもあったのかもね。だから、ここを勝っても星雲ハーデスは次回この重賞制覇で人気になるだろうけど、ラッキーな面があるから、人気を吸ってくれるかもね。結局、競馬ゆっくりの予想はククナの単勝、ククナ、カレン・ルシェルブル、バトルボーンの3頭ワイドボックスだったけど、ダメだったわね。本命のククナは来てはいるんだけど、2着、前に行ったのが良かったけど、ここまでスローだと持ち前の切れる足も意味なくなっちゃったわね。20倍も単勝ついてたし、この人気でこの期待値でこの馬を変えることはもうないわね。残念だわ。つうか、マジ津村の個性よなー。最低限は仕事しろよ。負け組が何か言ってますねー。津村を不安視してたのに勝ったのは自己責任ですよー。うるせえよーい。ってことで、関西のプロキオンステークスの開講やっていくわよ。競馬ゆっくりくんさー、この予想別のベクトルでひどいぞ。は？お前の予想さー、本命タガノビューティー、対抗ドンフランキー、ダンアナシャマル、馬はいいけど藤岡ボルデモート、今日のオメガレインボーは騎手で消したけど、本命の単勝と本命対抗ダンアナのワイドボックスだったわね。お前しっかり3着にオメガレインボー来てるやんけ。本当に買わないと来るのはなんとかならないのかねー。しかも本命タガノビューティーは直線で異常保養で失速。入線後下馬。ダンアナシャマルは右前肢破行。お前、死神やんけ。真面目に予想して、みんなに喜んでほしくて。予想しているのに外して逆進と呼ばれてるのに、新たな別称はもういらないんだよなー。しかも、対抗のドンフランキーは1着。いろいろかすって入るけど、払い戻しにはならないところも芸術点が高いわね。うるせえなぁ。でも、ドンフランキー、めちゃくちゃ強いよね。確かにババが渋ってのややおもが味方したんだけど、強気に先手を取って、2ハロンメ 10.8 秒、3ハロンメ 11.1 秒、4ハロンメ 11.6 秒。おいおいスプリント戦かよ。ってくらい飛ばしていったし、1000メートル通過が 57.7 秒。ハイペースで飛ばして、ドンフランキーの上がりは 37.5 秒。3着のオメガレインボーと一緒。めちゃくちゃ強いわ、津村くんさー。
逃げるというのはこういうやり方もあるんだよ。ちゃんとしないとカレンブーケドールのお前から池添の乗り換わりは正しかった証明になっちゃうぞ。しかし、池添は勝負に行って勝ったわね。いい騎乗だわ。こういう重賞やダート重賞はもちろんだけど、こういう G1 の JBC スプリントや来年こういう G1 に昇格になる先玉は伊勢浜まで十分に考えられる逸材ね。おう、ベタ褒めね。2着のリメイクは58キロで短距離戦は例えた馬との差が1キロしかなくてもかなり不利だし、川田優雅の馬上でのアクション的にここは3着以内はないと思っていたけど、強かったわねー。いったいったのやや重の馬場で中段から追い上げて、上がり 37.0 秒で最速。間違いなく今後ドン・フランキーと一緒にダート短距離界を席巻するわね。今回は馬場が渋ったのと、金量が1キロ重かったから、それがなければリメイクが勝っていたわ。この馬は金量がどうとか言っちゃいけなかった馬ね。おう、個人的にはドン・フランキーは1400メートルはこなせるけど、本質的にはスプリンターな気がするわ。スプリントならリメイクはドン・フランキーを同条件でも捉えられなそうね。3着以下は6馬身差がついているけど、そうなんだよね。正直シャマルと上位勢がどんな競馬をするかというところも見てみたかったんだけどね。でも、こういう結果になるのは高級制度廃止で1勝クラス、2勝クラス、3勝クラス、オープンという区分けがなされたけど、オープンにもリステッドクラス、ローカル重賞クラス、重賞クラス、G1 クラスとうっすら分かれているというのが伺えるわね。つまり、上位とは絶望的な差がついているというわけね。そういうことね。だから、3着以下は僅差になっているわけ。1着と3着は1秒差があるんだけどね。そう考えるとオメガレインボー以下はリステッドクラスということね。しかも僅差だから条件や枠でいくらでも逆転できるわけね。もしかしたら芝もダートもリステッドが一番馬券は難しいかもよ。そういうこと言ってても重賞でこれだけ外すもんな。誰のことを言ってんのかな？にっこり。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。